ソフトすごいソフトオンデマンドさんと関われるなんて嬉しいです。なんか経緯としては前 AV 男優の人をちょっと取材しまして、はい、早稲田卒業っていう赤星さん。あ、そう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 、まあ、なんか本名は篠塚さんですけど、はい、でなんかその人になんかその同級生になんか女優さんがいるからって言って紹介してもらったんですけど、ちょっとその人はなんかちょっとなんかあのあんまりこの内容的にそぐらなかったみたい でそしたらなんかその間をつないだソフトオンデマンドの方がちょっといい人いますってことでちょっと今回。あ、そうなんですね。はい、っていう感じでも大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です。あ、よし。あ、でも名前ちょっと自己紹介いいですか。はい、あられ王と申します。あられ王さんなんですね。はい。あ、じゃあセクシー女優さんなんですよね。今度から今日発売しました。今日発売、あ、今日ですか。あ、え、な、今な、10月5日6日です。あ、6日、あ、そうなんですか。あ、で、ちょっとそのセクシー女優になるまでの経緯みたいなこととか聞いてもいいですか。もちろん。あ、なんていうか、雑貨屋さんにいそうな服装っていうかいや、ちょっと、あの、私服です。あ、私服はこんな感じなんですか。こんな感じです。こういうファッションが好きなんですか。勝負服です。これ勝負服なんですか。いやでも可愛いと思います。僕こういう服装好きですけどね。本当ですか。これど、なんですか、あのこのでかいリュックとかはなんていうか、あれですか、ちょうどいいんですよ。あの荷物がいっぱい入って。あ、そうなんですか。結構少なめな方なんですけど今日は。はいはいはい。なんであられ王なんですか。あられもない王国を作りたいということで、あられもない王国、あられもないのあられと王国の王であられ王です。僕が言葉知らないすぎてんのか知らないですけど、どういう意味なんですかね。ちょっと、なんて言うんですかね、あられもない。検索してます。あ、ちょっとじゃあ検索してもらってちょっと説明しようと。よかった、ちょっと今僕カメラでちょっとピントを合わせるのはちょっと精一杯で。普通にはありえない姿をしていること。あ、なるほど。普通には普通ちょっと恥ずかしい格好とか。はいはい。多分あられもない人いるねみたいな。そういう風な言い方をするんですか。はい、すいません、名乗ってるのに知らなくて。あ、じゃあ全然全然。あ、どうしようかな、ここにしようか。でもしよかったら、あの僕マスクしてるんで、マスク取ってもいいですか、せっかくなんで。あ、よろしくお願いします。お願いします。で、ちょっとこのマイクで近取らなきゃいけないんで、ちょっとまあまあ近づきますね。ごめんなさい。すごいよ。あられ王さんは何歳なんですか今。27ですね。え、27です。あ、27。なんか、よく人が死ぬ年らしいです。そうなんですか。面白いですね。なんかいい表現ですね。27、よく人が死ぬ年なんですか。有名な、ちょっと奇跡的な人が死んじゃう年らしいです。あ、例えば尾崎豊とかそういうことですか。もしかしたらそれを乗り越えて多分今生きてるかもしれないんですけど。尾崎豊死んでます。死んでますか。あ、じゃあ、あ、じゃあ死んでますね。あ、そうなんですね。え、27歳になってセクシー女優としてデビューするんですか。はい。思い切りましたね、なんか。いやー、もうなんか本当に瞑想してたので。瞑想してた。そうですね、あの人を驚かせたいとか面白いことをしたいとか笑わせたいっていう気持ちがすごい強かったんですけど、でもどういう風に表現したらいいかっていうのをちょっといろいろ模索していて、いろんなイベントとかにも行ったりしてるうちにアンダーグラウンドにはまってたどり着いたという。あ、たどり着いたんですか。じゃあちょっとそういうところも含めてどうやってなってたかちょっと聞いていきたいですけど。そもそも、あ、例えばどこ出身とか聞いていいですか。あ、北の方です。北の方、ざっくりでいいですよ、なんとなく。怪しい北じゃないです。
あ、ちっちゃい、なるほど、すいません、ちょっと、寒い寒い方、何歳でこっち来たんですか。22か3だと思います、確か。へ、言える範囲でいいですけど、それまで何してたんですか。テニスをしてまして、学生だったんですけど、学生から、就職するっていう時にスポーツ学校を出たということで、テニスコーチになるのが多分普通だったかもしれないんですけれど、ちょっともういいや、テニスはもういいやって感じになっちゃって、それで検索してた時にハマってたアニメがありまして。何でハマってたんですか。バランスエルスマンにハマってたんですけれど。あ、笑うセールスマンに笑うセールスマンにハマる女子珍しいですね。いやー面白いですよね。あ、いや面白かったですよね。確かになんか、いや、あんま女性がね、しかも当時22とかですよね。女子大生がね、笑うセールスマンにハマってたってあんま聞いたことないですけどね。へー、モグロ福蔵になりたいなと思って、はぁ、東京に、探偵の調査員として、就職をして。え、そんなのに、あ、モグロ福蔵になりたくて探偵の調査員なんですか。面白い。それで東京に、してきたという形で。え、それってお父さんとかお母さんは探偵になるっつって。探偵は多分 OK です。探偵 OK だったんですか。探偵 OK です。どんなリアクションだったんですか。いや、娘が急に探偵になりだしたいって言ったらちょっと ビビりません。いや、でももう多分しょうがないということで。え、ちょっと止められたんですか。いや、意外に大丈夫でした。ああ、特に止められずに探偵になるっつったら、そうですね、いいよみたいな、うん、まあやりたいならやればみたいな、うんうん、兄弟はいるんですか。え、一人で生まれました。あ、一人っ子ですか。一人っ子です。へえ、じゃあ一人娘が探偵になりたいって。いや、でもそんなに、まあまあ、そうか、別にそんなね、うん、で探偵どんぐらいやったんですか。そっから2年半ぐらいですかね。結構続きましたね、ちゃんと。そうなんですよ、意外に。え、浮気調査が多かったですかね。浮気調査っていうと、どっちから依頼が多いんですか、女性、男性。半々ぐらいです。あれさ、浮気調査ってどんな風にするんですか。浮気をしている現場をカメラで撮って、ホテルとかに入ったところとかを、証拠を撮ってドーンってやるみたいな感じで。え、それってじゃあ例えば奥様から依頼があったとするじゃないですか。どう進めていくんですか。自宅からとか会社からとか張り込みをして、その日一日尾行して、女性と会ってないかとかを見つけるとか、奥さんがいない日とかを事前に作って、その日が怪しいとかがあればその日を徹底的に調査するみたいな感じですね。結構取れるもんですか、その女性が怪しんでるじゃないですか。でももう怪しんでる時点で結構もう黒、ほぼ黒、そうですね、されているということなので、へー、車両を取りたいという方が申し込んでくることが多いみたいです。なるほど。どんぐらいその浮気の現場取られたんですか、あらあれおさん、2年半で。それはちょっとセックスをするぐらい数えてないですね。ああ、じゃあもう数えきれない、もう毎日ですね。へえ、うん、稼げるんですか探偵って。雇われていたので、月給でした、15万ぐらい。安っ、どうなんですか、安い高い。安いです。休みも1日ぐらい、月1休みしかなくて15万しかもらえないですか。まあ確か手取り15万。よく2年半持ちましたね。結構だって東京で15万で手取りって結構しんどくないですか。あ、交通費とか別に出たんですけれど。あ、なんとかなった。でもなんとか 4.5 万のアパートに住んでました。あ、でもそれぐらいの家賃になっちゃいますよね。それで他にその、じゃ変わった依頼はありますか、なんか探偵で。そうですね、おばあちゃんからの依頼で、若い彼氏が浮気してるってことで調べたんですけれど、はい、なんか電話で今来ましたって言ったんですよ、はい、すごい張り込みにくいとこだったんで、はい、どうやって分かったんですかって言ったら、はい、山が隣にあって、はい、その山から杖ついて双眼鏡で見てて、すごいと思って、全然おばあちゃん一人で解決できる
くらいのなんか執念がすごいなって思った依頼とか、ほうほう、なんですかね、不思議なカップルとか。不思議なカップル、それどんな海に行ったのに水着になって海を眺めてうなずいただけで帰ったとか、なんかそれは何ですか、浮気調査です、そうなんか浮気調査だったんですけど、でもホテルも行かず、なぜか海を見て帰っただけっていう。へえ、ちょっと単純に海見る友達だったんですかね、一緒に。なんか不思議な友達だなと思って。そういう報告して海見ただけで終わったんですけどっていう報告してるんですか。そうです、そうです。向こう、あの奥様なんつうんですか。うん、複雑な。あー、なるほど。まだじゃあこれ浮気じゃないかみたいな、うどうなんだみたいな、ね、そうか。で基本みんな浮気の線は肉体関係なんですか。ホテル入るがやっぱ、ね、それが一番の証拠になるので。食事ぐらいでは別にって感じですか。そうですね、ちょっと、うん、弱いですね。あ、うん、やっぱホテル行くところか出てくるところを捉えないといけないってこと。事務所とかもちょっと打ち合わせしてましたって言われちゃうので、やっぱりホテルとか自宅とかに行くところを取らないと証拠にならないらしいです、あんまり。なるほどね、面白いで、それなんで辞めたんですか、探偵は。ちょうどちょっと正社員というか、日数を減らしてバイトにしてもらった時に、ゴールデン街の、バイトも始めたんですよ。あ、バーのバー店ってことか。そうです、そうです。そこで働いてたら変な人ばっかりに会うようになったので、この世界の方が面白いと思って、どんどんアンダーグラウンドな、世界にどっぷり行ってしまいました。ゴールデン街ですもんね。それアンダーグラウンドな世界ってどんな世界なんですか。なんていうんですかね、まあ、一言ではちょっと言えないんですけど、はい、本当いろんな変態がいるなというか。へえ、どんな印象に残ってる変態は、どんな変態ですか。ここにピアスが30個ぐらいついてたり、まあ、全身タイツとかが好きで、そういうなんかイベントがあるんですけど、なんか有名なところだとデパートメント H とか福祉谷の方で、でそういうイベントに参加しながらバーテンをやってたんですか。そうです、そうです。でもその頃にはもう探偵はちょっとやめて、探偵やめるのが23歳だとするじゃないですか。そこから どうやってこうセクシー女優にたどり着くまでか。面白いことを日々求めて、いろいろ行ってはいたんですけれど、なんか自分も何かやりたいって思った時に、私の年始になんか変なおじさんとすれ違って、いきなりやりたいことを神様に誓ってこいと言われたんですね。そんな知らない人に言っちゃう。そうです、そうです、そうです。まあ、でも、あ、確かにと思って、はあ、ですか、まだお参り、年始のお参りにも初詣も行ってなかったので、たまたま花園神社が近くにあったので、はあ、そこで、お参りをして、今年は面白いことやりますと、神様に誓ったところ、あ、AV に出ればいいんだってなんかピンとひらめいて、そこから調べていくうちに面白い AV とか調べたら、何これとちょっと衝撃を受けてしまって、そこからCOD さんがやってるっていうやつにたどり着いて、扉を叩きました。その面白いビデオっていうのはどんな面白さだったんですか。なんていうんですかね、これで抜けるのみたいな。例えば、ホームレス又吉さんの作画ズフトレ T シャツ絶賛発売中です。手数料等を差し引いた全額を又吉さんに寄付させていただきます。よかったら概要欄チェックしてください。そして街録チャンネルクラウドファンディング企画第2弾、今度は北海道に行きたいと思います。500円から支援できますので、こちらも概要欄からチェックしてください。よかったらご支援よろしくお願いします。あともう一つ、かっこ失笑 T シャツが完成しました。生配信中にかっこ失笑 T シャツできたら絶対買うって言った人、絶対買ってくださいね。絶対ですよ。お値段は、今までで一番安い2980円になりました。よろしくお願いします。これで抜けるのみたいな。例えば、人が土から生えてくるみたいな
はい、おもろ。あとは60代70代の方がカッパになってカッパを取りに行くみたいな。あ、そんな、なんていうか、なんていうかコントみたいな。そうなんです、そうなんです。それでメディアがあるんですか。うん、びっくりしてこれだって思って。あ、私も出たいと思ったんですか。そうです、そうです。それ年始じゃないですか。10月デビューじゃないですか、うん、結構間あるじゃないですか。そうですね、1月に、申し込みをして、まあ、面接だったりあと撮影だったりを得て、発売日にようやくたどり着いたんですけれど。面接って何聞かれるんですか、ソフトオンデマンドさんの。面接というかもう本当に突撃したような感じだったので、質問というよりは自分のやりたいことを言って、熱弁して。そうですね。突撃ってどういうことですか。いきなりソフトオンデマンド中野にあるあそこに乗り込んだんですか。一応面談予約というのがあったので、それに、申し込みをしました。へえ、そっか。でそこで何を語ったんですか。ですね、まあ、その時はあられを打つので。あ、もうその時もあれですか、面接する前からあられ王になってるんですか。そうなんです。ゴールデン街のバイトの時にあられという名前をつけて、そこからあられ王になりました。へえ、なんで王をつけたんですか。王はやっぱりあの王様になりたいっていう気持ちから、勝手に自分で王をつけちゃえって思って。あ、そうですか。あられ王。はい。へえ。で、じゃあゴールデン街の時にあられ王になって、で、あられ王として、どういうふうにあの熱弁したんですか。ですね、なんか動物、人を動物に見立てた、はい、なんか動物園みたいな王国を作って、そこの王様になるんですけれど、なんかコキ使いすぎて氾濫に遭うっていう。何を使いすぎて。コキ使いすぎて。あ、子供のコキ。あ、なんていうか、はいはいはい、コキ使いすぎて氾濫に遭う。氾濫に遭うっていう、感じのやりたかったです。あ、っていうのは喋ったんですか。あ、そうです、そうです。こういうビデオを撮ったら面白いんじゃないかってことを。そうです、そうです。もう白 AV やりたいですっていう伝えました。すごい。ちなみに今その面白いビデオをに出演するっていうのはご両親は知ってるんですか。あんまりというか、まあ、知らないんですけれど、でももしバレたとしてもやりたいことなので、ちょっと分かってもらえたらいいなとは思っています。うん、なるほど。自分と言わないけど知られちゃったら、じゃあでもそうですね、でもきっとうちの隣がエロビデオ屋さんなので、ちょっと割れるかもしれない。家の隣はそんな環境だったんですか。へ、面白い。へ、やっぱ一人っ子だからこう愛されて育った感じですか。あ、ご両親は。おばあちゃん子ですね、どちらかといったら。あ、そうですか。へ、でそのあられおさんのデビュー作はどんなこう、なんですかさ、あ、なんか何ですか。どうぞ。いいですか。あ、いいですよ。あ、リポで。すいません、喉乾いちゃったよ。誘ってないですよ。あ、いや、全く別に、そんな時間は、そんな、マネージャーさんがいらっしゃって、誘うわけないじゃないですか。そんなね、どうす。いやいや、実は差し上げようと思って買ったんですけど、なんか、舐める環境じゃないなと思って。あ、自分で。いいですか、飲んじゃって。あ、全然、ありがとうございます。わざわざ買ってくれてたんですね。そんな、優しいっすね、あられおさん。いや、なんか、プロフィール、そう、この人だったら、もともと、お願いしてた人を、がまあダメで、でこういう人だったら面白いからどうですかって提案されたら面白そうだなと思って、なんかあれどんな内容ですか。どんなコンセプトですか。あんまりエロい言葉使わないで表現できます。そうですね、ドキュメンタリーですね。ドキュメンタリー、もう本当に私の日常ややりたいことを叶えてもらった感じの、はい、作品になってます。例えばどんなシーンがあるんですか。ですね、自分の発電とか、はいはい、を発表、披露したり、なんだっけ、除霊とか。ああ、なるほど。本当にバラエティの企画みたいですね。除霊したり。でも本当に除霊したんですよ。へえ。
除霊してる先でそういう、こう行為に至るってあるんですか。私が除霊師で呪われた一目があるということで、お伺いしたんですけれど、本当に呪われてました。それ除霊した後にどうするんですか。それはその方とこう行為に至るわけですか。行為しながら除霊ですね。あ、へえ。なるほどね、すごいな。え、他にはどんなあれがあるんですか、企画は。あとは豚さんいじめ。豚さんいじめ。豚さんいじめ。あ、豚さんいじめ。はい。豚がいるんですか、周りに。ちょっとたまにお会いする豚さんがいらして、その方を呼んでお家で撮影したんですけれど、そのいつもやってるようなこと。あ、それもともとプライベートの知り合いなんですか。あ、そうです、そうです。へえ、豚さん。豚さん、だ、要は M 男ってことですか。そうですね、簡単に言うと。へえ。ちなみにそのセクシー女優の経験はないじゃないですか。はい。どうなんですか、そのさ、実際にこう撮られてるとか周りの人にそういうことが見られるっていうのは初めてですか。あ、でもそうかもしれないです、意外に。あ、いやいや、意外、逆に意外じゃないですよ。いや、全然ありますよっていう方がおかしい。意外ですから。全然、それを、初めてですか。初めてです。緊張っていうか、どんな気分ですか。恥ずかしくはない。もはや恥ずかしくはない。あ、嬉しいという気持ちの方が、もしかしたら強かったかもしれないです。そうか、実感、やりたいことが叶ってる感じですか。へぇ、面白い。いいっすね。今日発売だから多分ちょっとまだ売れ行きも分からんし、全然多分サンプル見ても行為のシーンがないので、普通の人はちょっと買わないかな。あ、そんなに、だからそういう絡みのシーンがないんですか。あるんですけれど少ない。サンプルではちょっと。あ、そうかそうか、そうか、サンプルは面白押し通すね。変なシーン押し通すね。面白い。じゃあ、アナレオさんはここからどんな目標があるんですか。どういうふうになってきたんですか。そうですね、私自身、なんだろう、面白い人っていうふうに思ってもらえたらいいんですけど、やっぱり人をびっくりさせたり、楽しませたりすることが好きなので、そういう活動を、やっていけたらいいなって、今後もぶっ飛んでいきたいなと思っております。その面白い人への憧れっていうのはどっから来てるんですか。そのなんかあるんですか。そうですね、憧れ、なんだろう、多分好きっていう気持ちからだと思います。面白いことが。ことが。それはどんなジャンルなんでしょうかね。だから例えばお笑い芸人憧れちゃったらお笑い芸人を目指すじゃないですか。あ、そうですよね。で、そのなんていうんですか、アラレオさんはじゃあソフトオンデマンドさんの面白系のビデオに憧れて。あ、そういうことになりますね。はあ。やっぱりその神社でピンときたのがえぐいっていうことでしたので、そこでもし芸人とかピンと来てますから、なりたいと思ってたかもしれないんですけど、多分エロ面白いことが好きなのかなと思って。へー、なるほどね。子供の頃からじゃあちょっとエロかったんですか。そうです、子供の頃はですね、そうかもしれないです。朝ドラとかを見て行っちゃったことがあって。え、本当ですか。朝ドラで。衝撃でした、それも。そんなシーンあります。いや、今見たらきっとないんですけど、多分シルエットとかでエッチだなって思って。それ何歳の時ですか。小4ですね。小4で朝ドラで行っちゃったんですか。え、どんなエピソード。え、誰を見たんですか。シュラさんの主人公です。あ、シュラさん小4ですか。小4でした。国中涼子さんどうですか。あ、そうです、そうです、そうです。え、国中涼子さん見てエロいなって言っちゃったんですか。男性じゃなくて。なぜかそうだったんですよ。やったいというか、やったいのシリエットを見てエッチだなって言って。だってテレビ見ながら行くっていうのは
お父さんとお母さんいるじゃないですか。2つでちょっとしたことで刺激になっちゃうじゃないですか。はあはあ、なんかの回だったと思います。なるほどね。ちょっと思い出したら教えます。わかりました。面白い、変な人ですね。面白いですね。もうでも目標みたいなの聞いたか。水着で何を踊ってんすかこれ。うわ、挿入節です。あ、挿卵節踊ってんすか。あ、挿入節です。挿入節、挿入節を伝えてるのは自分で考えたんですか。あ、そうですそうです。へえ。あ、なんかってこれなら映せそうなの逆に。あ、よかったです。だって別におっぱいも出てないし水着でちょっとどうなるか分かんないんですけど、これから。え、あ、そうですか。まだ大丈夫ですね。まだ大丈夫ですね。え、あと何分か。あ、ほんと、あと1分40秒。うわ、ドキドキして怖いな。あ、こっから。あ、でもこれギリアウトかな、どうだろう。ああ、これ豚さんですか、もしかして。そうです、そうです。ここアウトかな。 あ、これはもうアウトかな。あ、ダメですね。ダメでしたね。すごいな、売れるといいっすね、なんか応援してます。ありがとうございます。こんな YouTube に協力してくれて、楽しかったです。すいません、感動できる話とかなくて。あ、いや、全然逆な意味で感動させて、別な意味で感動させてよね。あ、逆になんか、じゃあちょっとちなみに人生で一番辛かったこととかあります？そういうのなさそうっすもんね。人生で、いや、でもなんかどうせ死ぬしって考えたら、なんか結構嫌なことがあってもプラス思考。あ、忘れられるタイプで、ほうほう、なんだろう、死ななかったからいっかとか、火事にならなかったからいっかとか、なんかそんな感じでずっと生きてます。知らないじゃん、なんか何それって体験はあるんですか。なんかわかんないけど、お金盗まれたとかわかんないけど。すごいあるんですよ。この財布がですね、はい、100均の財布なんですけど、はい、この財布にしてから5、6回なくして、はいはい、でも風水的には水色なのでダメらしいんですけど。え、なんでそれがいいんですか。でもなんか戻ってくるんですよ。まあお金はないんですけど。はいはい、戻ってくるのでなんか愛着が湧いちゃって。でもそれ風水的に良くないんだと手放した方がいいんじゃないですか、そんななくすんだったら。なんか5、6回も戻ってくるから、ちょっとまた戻ってきたと思って。でも鈴をつけてからはまだなくしてないです。何ヶ月ですか。1ヶ月半ぐらいなくしてないです。全然まだ立ってないですね。すぐなくしそう。いや、でも頑張ります。わかりました。あ、他にあります？なんか逆に喋っときたい自分のエピソードあります？そうですね、じゃあオカリナ持ってます今。吹きます？じゃあよかったら。なんか好きな曲ありますか？何でも吹けるんですか？何でも吹けます。有名な曲とか。はい、私が知ってれば。知ってれば。27ですよね。わかりやすくレモンとか米津玄師の。何でしたっけ。サビいかないですか。今のサビじゃないですか。今 A メロじゃないですか。なんかあの日の悲しみさえ、あの日の。上手。ちなみに今他にこれカバンの中何入ってるんですか。ですね、
ローラーブレード履いてるんですか。なんでちょっとハマってて最近。ハマってんすか。27でローラーブレードハマる人います。うわすげえ。じゃあせっかくだから最後ローラーブレード履いて去ってってほしいですね。あ、いいんですか。はい、あ、どこで買ったんですか。セカンドストリートです。あ、あの中古屋さんの。あ、まだいくら入ります。550円です。安っ。550円。怪我しないようにだけ。あ、頑張ります。はい、じゃあさよなら。はい。すげえ、ローラーブレードで去っていくのいけんな。本当にオッケーです、こちら的には。あ、木村さん、じゃあ、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。あれ、東野さんも見ました。あ、見ました。はい。あ、見ました。面白かった。